皆さんも少年時代は網とかカゴを持って虫捕りとかしに行きましたよね。で、青い雲とか空に憧れていましたよ。僕もそうですが、ポケットモンスターのサトシみたいにね、こう、モンスターボールが例えばカゴだとしてね、網だとしてね、ゲッとなっててね、少量バッタとかトノサマバッタとか、あと、なんだっけ、あと、カマキリはね、カミキリムシとか嫌いでした。僕はオオクワガタとかミヤマクワガタに憧れてね、いつかは絶対取るぞって、あとノコギリクワガタがね、毎回取れてましたけど。皆さん、オナキンリーグってご存知ですか？オナキンが一番最初にできた頃に一番最初に発足したオナキンリーグ。これはですね、もうリーグなんでリーグ戦ですか、公式戦っていうことですね。一週間に一回は開幕するんですね。で、トーナメントでですね。で、まあ、いろんな選手がエントリーするんですけど、まあ、その前に予選ですよね。毎週予選が月から金まで始まるという。そんで本出場が土日ですね。ね。そういう日程でやってたんですよ。土日が本戦みたいな。で、毎週、オナキンリーグ開幕って。で、春夏秋冬には本戦ですよね。うん。で、オナキン選手権ってありますけど、オナキンチャンピオンシップってオナキン選手権っていうのはまだ新しいんですよね。日本が生み出した、あれです、選手権ですから、ね。日本で、日本の大会ってことですからね、オナキン選手権。海外は、オナキンチャンピオンシップとか、オナキンリーグが主流で。で、そっから日本も、オナキン選手権というのじゃ、やろうってことで、やり始めたんですよね。はい。だから野球では WBC みたいな存在です、オナキン選手権。オナキンリーグはもう昔からある、メジャーリーグみたいな感じですけど、やっぱり、オナキンリーグが一番古いです。で、オナキンリーグで毎週やるので通算勝ち星が1年間誰がすごかったかが一番すごいですよね。で、オナキンアワード、これも一番すごいです。はい。一言決める。で、もう一つね、昔は選定表彰があったんですけど、なくなっちゃったんですけど。まあ、日本で言えば、沢村賞、野球量沢村賞、本塁打王、アンダー王みたいな感じです。最多勝みたいな。まあ、オナキンリーグは本当に日程が過酷なんですよね。だからその週に出場する選手も出場いきなりできなくなっちゃったりとか、都合でね。でも、お金もね、それは、お金はいりませんから。逆にもらえるから。ね。だけども、予選が、強豪が揃ってますから、一番過酷だった年が、99年が一番すごかったと思います。世紀末が。はあ、世紀末末期っていうタイトルを掲げてやったんですよ。で、ポスターでも暗闇をバックにこう、みんながこういうふうに腕組みしてこういうふうに、突っ立ってるポスターだったんですけど、ずらーっとね、みんなで。デジモンからはヤガミとか、もういろんなね、ウィザーモンとか、あとスレイプとか、メタルギアは、あと、ね。あの時はすごかったですよ、もう。クレイマンとか、アイスマンとか、あとは、ファービーとかね。あとは、ね、99年はね、もう世紀末ですから、なんかドバドバドバって流出してからね、ドバドバドバってこう、なんかこう、ゴミに埋もれるような感じの選手権でしたね。みんながこう一斉に来たからわーって。ビースト・オズからブレイク・コラーだとかね、あとはビート・タケシもこう、選手権には顔出してきてくれて、ピコピコハンマーでね、で、宇宙船が上に上がっててね。ラルク・アンシエルもね、ハイドとケンがね、一回ね、こう、日本から飛行機で見に行ったことがあったらしいんですけど、
その時になんか、二人がすごくもうなんかこう、こんな感じでした。なんかちょっと気に入らなかったんでしょうね。気に、ちょっと、見に行って損したって言ってました。なんかね、やっぱりに合わなかったんでしょうね、当時のやり方っていうね。オナキンリーグはね、まあもちろん、オナキンリーグの最多、勝利の記録を持っているのはもちろんオナキンスカイウォーカーでしょうね。もちろんです、それは。だからあんな一番有名なオナキンの帝王なんて呼ばれるんでしょう。すべてですごいから。オナキンリーグは毎週テレビやってましたね、昔オナキンテレビ。ちょっと画面がちょっと切れそうなんで。